クレフ・ファン・アベルマートは、ベルギー、ロケレン出身の自転車競技選手。2021年、AG に R、ラ・モンディアルへ移籍する。父方の祖父である、エメ、父のロナルトに加え、母親の祖父にあたるカミエル・ビュイス、その娘で、母方のおばにあたるアンヤ・ビュイスもかつては、プロのロードレース選手だった。さらに、義兄のグレンド・ランダーとは、 サイレンスロット時代の2008年から2010年まで同僚でありはとこのうち二人が元プロロード選手だったというまさに自転車競技一家の中で生まれ育つ。しかし、クレッグ自身は17歳までサッカーのゴールキーパーとして本気でプロ入りを目指していた。2006年にアンダー2 3国内選手権個人ロードレースを優勝。2007年にプレディトールロットと契約を結んで、 プロ転向。2008年には、ブエルター・エスパーニャに初出場。ポイント賞部門において、アレハンドロ・バルベルデを抑えて、第10から第13ステージまで首位に立つ。その後、アルベルト・コンタドールに、首位の座を奪われるが、第17ステージで、再び首位に返り咲き、今度は最後まで守り切って、ポイント賞を獲得。加えて、第9ステージでは、ダビデ・レベリン。 フワンアントニオフレチャラを破って勝っている。2011年 BMC レーシングに移籍。2016年リオデジャネイロオリンピックにて最終周回の下りより先行するラフアウマイカをヤコブ・フグルサングと共に猛追し、残り1 5トルで追いつきスプリント勝負に持ち込み勝利。オリンピック後のレースからはチームジャージに 金メダリストを表す金色のパイピングが施されたものを着用している。2017年、フランドルクラシックは地元のビッグレース、ロンド・ファン・フラーン・アンデレンでフィリップ・ジェルベールの独走を許し失意の2位に終わるが、パリ・ルーベでは5名のスプリント勝負を制止念願のモニュメント優勝を飾った。3年連続の区間優勝を目指して臨んだツールド、フランスではライバルのペーター・サガンや、 マイケル・マシューズらに阻まれ区間優勝は果たせなかった。しかし、UCI ワールドツアー2017で、クリス・フルームを僅差で抑え初の年間王者に、輝いた。出展、所属チームの存続が危ぶまれた中、自身も調子が上がらず2012年以来の年間0、賞に終わった。ありがとうございます。